31番ゴールキーパー清水圭樹です。14番清水慎太郎です。圭樹君どうすか、グアムキャンプ。暑いです。太陽が照ってます。圭樹君は7年連続ですよね。そうですね、7回目ですか。はい、どうですか、一番グアムキャンプは。太陽照ってます。ありがとうございます。まあ7年いて、はい、まあ正直一番ちょっと同部屋きつかったなみたいな人とかいます？いや、ずっとキーパーの人と一緒だったんで、はい、ちょっと同じ名字が初めてなんで、はい、ちょっと緊張したらちょっとね、最初僕もです。ウィスウィス、それちょっとなんか感じ出すとこあるよね、会話。まあまあそうなんですよ、ね、雰囲気そうなんですよね、みたいな。あれやめてほしい。まあ雰囲気出ちゃうんで、うんうんうん、そうそう、まあ、そこはかっけえなと思って会話したんだけど、まあ、まあ謝りはしないですけど。逆にどうですか、グアムキャンプですか。グアムキャンプ、まあ2日ですけど、はい、2日目、肩が非常に痛いです。日焼けのしすぎですね。はい、もう寝てるときずっと痛い痛いうるさくて。いびきですか。 いびきっていうか寝言。痛い痛いって言ってる。言ってます。言ってる言ってる、うるさい。いらないでしょこれ。いらないですね。いらない。残りグラム1週間ですけど、うん、意気込みとかあります？とりあえずしっかり今シーズン戦える体を作って、J1 J2優勝を目指して頑張ります。頑張ります。慎太郎もなんかしっかり意気込みを。J2 優勝できるように頑張ります。このポーズか。